スルーしない。あいつが一番地球から遠いとかやった。45度っぽいじゃん、三角形って。トマトかみかんかキナスだなと思ってたの。亀の甲よりたわし。膝の甲でしょ。英語で答えなさい。答えは牛乳です。問題の地理、四国にある県をすべて挙げなさい。思い出したよ。さあこれは、はいはい、どうぞ。言いたい人がいる。香川、愛媛、高知、徳島。正解です。イエーイ。これは皆さん正解ですね。イエーイ。初めて。西橋があるから。問題6、はい、物理、はい、電車や車が急ブレーキをすると乗車している人が倒れそうになる。これを〇〇の法則という〇〇に入る言葉を答えなさい。いや、これいつ習ったの。これいつ、人生のどこで習ったの。もう分かんないよ。さあこれじゃあドッポさんに答えてもらいましょうか。はい、慣性の法則。誰誰感性。正解ですね。違うんじゃない、感性の法則じゃない。感性です。慣れる、慣れるって書いてある。そう、慣れる性質。なんかそんなんだった気がする。じゃあちょっと聞いてみましょうか、河野さん。はい。僕の答えはオウムの法則ですけど。何オウムって。オウムって何。電気の方ですね。そうそうそう。何オウムって、電気、電気って、まあまあ、でもこういうやつ。電気でもありますよね。オウムの法則ってありますよね。なんで別にある法則を書いたまでです。以上です。僕はあの電気のブレーキって書いてあったんで。すごいこの自信満々の喋り方。ね、ブレーキって書いてあったんで、で電気だなと思って、あこれはオウムだなと思って。どういう思考回路ですか。電車とか電気でしょ。だからやっぱオウムの法則なんじゃないかなと思って。じゃあ平田さん、答えをお願いします。おっと、危ないの法則。絶対分かんなかったの。絶対分かんないけど、こういう言い方しかこの法則になくない。教習所の試験なの。いや、すごい。じゃあ次、はい、次、音楽です。はい、ジュピター、ヒュラルの結婚の作曲者は、はい、これ全員間違いですね。おお、仲間でよかった。トクリオが合ってない。うん、まあ、皆さん惜しいですね。ヒナさん、どうぞ。平原綾香。言いたいことは。なるほどね。マジ日本人だと思うじゃん。すごい、あのなんか攻め方がやっぱいいよね。次、問題8、世界史です、はい、小説で有名な三国志の時代、中国を統一した国の名前は。これはですね、あ、まあ、ひらがななんですけど正解者いますね。河野さん、はいはいはい、いいですか。はい、久々じゃない正解で。いや、久々じゃない、初めて。僕は真です。ちなみに漢字は、漢字は、こういう字ですよね。確かあの、かな、かなでみたいな感じの字ですよね。わかる、私もここまで書いて消した。そうそうそう。だけど、え、じゃあ今これ合ってたの。ちょっと違うってこと。それで合ってます。こう書いて、はい、あと、そう、それ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 、それなの。え、それなの。それはねえな。バツブースだ。あ、ブよかった。ひらがなで、ひらがなで書けばじゃあいけたんじゃないのこれ。そうですね、ひらさん惜しいです、ね、ほら、漢字で書けって書いてないから。そうそう、漢字で書けって書いてない。なんとなくひらがなで。ひらさんはかなでゆを書いてない。かなで、かなでてる。かなでてない。それそうだもんね。え、かなでてないよ。下一個もっと違うやつ書いてますもん。カナデルの字を間違えてるのと思って。え、違う、カナデルじゃなくないこれ。え、なんか乃木編みたいな。あのね、この感じは存在しないです。じゃあ次行きましょう。問題9、日本史、1853年、浦賀に黒船で来航したアメリカ軍人の名前は、うん、これ皆さん正解ですね。イエーイ。キラさんじゃん。ペリさん、はい、フェリーさんです。すごい、ちゃんとフェリーさん付けてるからね。あの、よくあなたの後ろにいる人じゃないですか。フェリーさん。違う、フェリーさんだよ。はい、次です。問題10、ビジネス、X を使った文章を作りなさい。もう、自分の回答で笑っちゃってるんですけど。これはまあ、やっぱビジネスマンですね、はい、やっぱりどこさんに聞いてもらうでしょうか。はい、あの案件は今回の修正でフィックスです。意味としてはフィックスは、もう完了。へぇ、まあ、フィニッシュでしょ、それはね。完了で固定、まあ、まあまあそうですね、確定というか。人間出たわ、これは。じゃあ一応、あの、ひなさん、答えてみましょうか。これフィックスしたわ、すごい大変だったわ。おい、ちょっと待って、真偽ですか。そう、え、まあまあ、通じは通じるっしょ。通じればオッケーなんですか、うん、まあそうですね、まだまあ通じるかなって感じですね。あ、じゃあ、河野さん聞いてみましょうか。どうしてもフィックスがないとダメなんだ。なんとかしてくれない。え、いけてますよね。これ絶対ダメだろ。絶対自分で。これ物じゃん。
物なんで、ね、物に聞こえます。どうしても完結がないとダメなんだ。バックスと間違えてない。違う、それは違うよ。そんな人じゃない。そんな人いない。まさかね。え、フォックスじゃない。どう？フィックス書いてある、ちゃんと。ちょっと難しかった、フィックス。意味が分かんなかったもんだった。じゃあ、中田さん。ハルボーの締め。はい。それ、フィックスで送ってください。フィックスじゃん。じゃん。はい、次、時事問題ですね。はい。1問目、アメリカが安全保障上の懸念を理由に輸出規制をした中国の通信機器大手企業は、これは全員間違いだね。これね、テスト終わって5分後に分かったんですよ。じゃあ、どこさん答えは？ファーウェイ。正解です。河野さんの答えは？あ、パナソニックですね。失笑ですよ。ひなつさん。アップルのライバル。まあ。三国もライバルぐらいだよね。ニュースちゃんと見てたんだよ。そうなんだ。アップルのライバル、ね。そう。すごいだから壊されてたんだよね、アップルの製品が。高尾さん、いいですか。なんて、なんて書いたの？ワイモバイル。バカ。じゃあ次行きましょうか。北朝鮮の現最高指導者の名前は？分かったな。これ合ってる、私合ってる。これね、あれだ。解いてる段階からね、これ絶対あのお父さんの名前なんだよなって言いながら書いてる。そうそうそうですね。でもう一人思い浮かんだのがおじいちゃんの名前です。そうですね。同じ答えをしているのは河野さんとドッポさん。なんて答えましたの？せーの、キム・ジョンイル。そうですね、お父さんですよね。そうですね。え、キム・ジョンウン。正解です。キム・ジョンウンですね。あ、合ってるってこと？でもアクアクでもなんかテンション上がってキムさんって書いちゃった。キムさんじゃ試験官がフルネームじゃないとキムさんいっぱいいるんだよ。でかあのね、3代キムさんだから。ずっとキムさんだ。なんか間違いこれはダメだね。テンションが上がって急いで書かなきゃみたいになったらキムさんって教会の人みたいな。まあ、中尾さんは逆にそのおじいちゃん、うん、おじいちゃんなんだこれ、知らなかった。え、イルソンね。なんかジョンイルじゃないだろうなって思ってキムイルソンで書いた。かっこいい。え、オンオンでしょ、音形のオンでしょ。だから書けるよ、これ書けるし、当たってるじゃん。なんだよこの野郎。あー、そう頑張れよ。うー、次、日本の現職の外務大臣の名前は？あ、これね、2人ずつ同じ答えです。中里さんとひなさんも。イエーイ。これお二人どうすか。せーの、河野太郎さん。正解。河野太郎なんで今ツイッターの話題なのよね。ツイッターでね、どんな出し方をしてもエゴサテ見つけてくるっていうのが有名で、この間ね、わざわざ画像にして、画像でツイートしたやつも河野の字が違う、スペルだよね、 KONO が正解なんだって言って。そうよ。どっから見つけてくるんですかって。それめっちゃなんかあのリツイートといいねついてた、見たわ。そうよ。あ、その人がこの方ですか。そうよ。へぇ、河野さんだって。そうよ、太郎会ってたのにな、うん。次、今人気のタピオカの原料は？これはやっぱあれですね、皆さんに聞きましょうか。はい、タピオカといえばキャッサバのでんぷんです。これね、元は白くて透明なんですよ。それを着色してるのが黒くなってタピオカ今話題の。あ、そうなの、白くなってるやつなんだね。元はだから色ないんです。じゃあ一緒だ。はい、河野さん。ナタデココですけど。いつも一緒だね、白くて。ね、ナタデココって何だか知ってる？あれ白くて、あの髪型のタピオカみたいなのもちもちした感じのやつでしょ。もちもちしてる。なんか次行こう、はい。ファミリーマートの QR コード決済の名前は？はい、じゃあ、ドッポさん使ってる、ドッポさん答えは？ファミペイ。正解ですね。なんとかペイとかいっぱいあると思うんですけど。ペイがいっぱいあるからね、怖いよね。うん。まあまあまあ、でファミリーマートだからね、ファミペイみたいなね。うん、なんか、なんとなく。ヒラさん。ペイペイ。惜しい。ね、惜しいよね。CM で見た、セブンペイが問題になったのはわかるんだよ。時事問題、敏感だね。そうなんだけど、ペイペイなのよ。じゃあ次行きましょう、はい。次世代モバイル通信 5G の G は何の略？ドッポさん答えは、はい、ジェネレーション。正解です。世代なの？もういいよもう。は？世代？まあ書いてあるんですけど、次世代っていうのも書いてあるんですけどね、まあ、第5世代ということで言います。ジェネレーション。そうなんですね。中本さんとコンさん同じ答えです。よっしゃ。普通ね、これだよね。せーの、ギガ。見事に引っかかってくれた感じ。なんかそれはちょっと嬉しい。しかもなんか一番早く書いたまであったもんね。これはギガだな。超自信あったし。引っかかっちゃった。そしてひなさん。
なんか5個くらい。すごいいっぱい書いてある。違う、5人って G を5つ書かなきゃいけないんだと思ったのよ。あ、すごい。1個ずつ1個ずつ。はい。グレート、グラマラス、グッジョブ、グッズ、グーグル。すごい。ちょっと合わせて。5G! グラマラスよく出したよ。合ってると思った。あとさ、なんでグーグル先にグラマラス出てくるの。すげえ。普段使い慣れてるんだろうね。すげえ。おグラマラス。え、マジか。そして最終問題。はい。スポーツ問題ですね。日本人で初めて NBA ドラフト1巡目指名された選手は。話題になりましたよ、ね、これ。めちゃくちゃ見たよね。それはね、もうね。せーの。八村塁。全員じゃない？今全員あれちょっと今ね真ん中のイエローが聞こえあの可愛い声が聞こえなかった NBA って何？え、バスケット、あ、バスケなの、うん、ベースボールかバスケットボールかすごく悩んでベースボールにしちゃったというわけで答えはダルビッシュ。しかもドラフト指名されてないです。そんなの知らないよ。結構はい、というわけで全部終了しました。どうせどこさんが強いんですよ。惑星っていうのはね、みたいな常識だけで生きてきてるからね。ね、特に能力ないからね。だから試験受けなくていいんだよ。そうか、なんか納得したね、じゃあ発表します。はい、第1位、はい、山田ゾッポ。イエーイ。でしょうね、なんかすごい合ってたもん。4問間違いで16点ですね。やっぱすごい常識ある方だわ。第2位、ハルボー。いやー、よかったー。わー、じゃあ2位。12点ですね。おー、すごない？ダルビッシュ書いて12点だもん、ね、でも最初の方全部合ってた。やっぱり基礎能力は高い。そう、そういうこと。そう、最近のが全部分かんなかっただけだもん。まあここまでは想定通りですよね、ミルキー、うん、ミルキー何牛乳第3位、ジャガジャン、河野直哉。やったー、日向愛子。え、どうやって嘘。イエーイ。なんだまあそうだろうね。え、なんで何点ですか。8点です。お、結構取れてる。できてる。半分は取れてない。しかもね、一点名前だからね。確かに。じゃあ何、これはドッポさんの頭の良さが浮き彫りになったってこと。いや、でもね、これ一般常識の問題じゃん、うん、多分一般の人に解いてもらったら俺以外がちょっと平均な気がする。なんかすごいバカじゃんって言われてるんじゃないかな。めっちゃバカだ。つまりどういうこと、つまりどういうこと。麻雀プロでよかったねって。他に職はねえってこと。職はないな、これ。でも締めてよ、ドッポさん。やってよ、こんなこっち10点も取れてないんだから。そうだよ。締めんの、はい、締めんの。ね、一般常識で弱弱は測れないということですね、おそらくね。あ、うまいね。ね、うん、だって B1 リーグ、B1 リーグ、B2 リーグ。いや、大丈夫世の中ってな。最高に申し訳ない気持ちでいっぱいになってきちゃったな、なんか。今度一回 A リーガーでもぜひ解いていただきたいです。A リーガーでも意外に頭いいもんね。え、ちょっと、アホブーの A リーガー誰いる？ん？うん。いないのよ、本当にいないのよ。いない。いないじゃん。あ、いたいたいた。あ、いねえか。え、ちょ、まあ、誰を？いや、アサピー以外にいけないんじゃない？あ、いけなそう。朝倉さん以外にいけないじゃん。朝ピンもノン試験だ。朝倉さん、後輩じゃん。後輩や、頼みやすいね。うん。いけるね。これ勝てるね。勝てるね。いたわ、一人ね。AD がいたわ。いたわ。じゃあ、対 AD がいつか、やれたらいいねっていうところで。はい。はい。で、このままだと、一般常識皆さん落ちます。マジ。はい。なので、皆さんもしっかりお勉強していただいて、大臣の名前だったりね、うん、ペイペイもしっかり書けるようにはい、こんな風にはならないでください。いい勉強になりましたか、皆さん。はい、はい、ありがとうございます。本当にもっとニュース見ましょうね、はい、そうですね、うん、じゃあ最後に、うん、バスケットの選手の名前は八村塁。はい、覚えた。なりました。皆さんも頑張って麻雀のプロ試験受けてください。応援してます。仲間になってね。バイバーイ。